バーキー・マフムト・アブデュル・バーキー、1526年から1600年は、オスマン帝国イスタンブール出身の詩人。主に叙情詩を作り、詩人のスルタンと呼ばれた。オスマン帝国第10代皇帝スレイマン一世の時代の詩人で、同国出身の詩人、フズーリーと共に陰律などにペルシア語詩の要素を全面的に取り入れたディーン文学の黄金期に活躍した。 1526年、オスマン帝国イスタンブールの貧しい家庭のもとに生まれる。バーキーの父は、ファーティフモスクでムアジンを務めていた。最初期は、バグ職人の弟子として働いていたが、後に、マドラサに通うようになった。またマドラサでは優秀な成績を収め、当時有名だった講師の講義にたびたび足を運んでいた。その後、シェイヒル・イスラームという、 国の重大な役職につき、スレーマン一世の長身となった。その後、宮廷詩人として迎えられた。宮廷詩人に迎えられてから、他国と戦うスルタンの勝利を祝う詩や、死を痛む詩などを作り、バーキーの詩は、ペルシアの宮廷でも歌われた。1600年に亡くなる。ABC バーキーとは引く言葉区、2013年12月2日、閲覧。 世界史 BO5 週 2009P148 ありがとうございます。